現地時間7月26日に実施された開会式とともに本格的な幕開けを迎えたパリ五輪。各競技で熾烈な争いが予想される中で、競泳で覇権を握るのでは、と注目を集めてきた中国選手たちに、疑惑の目、が向けられている。画像、エアコンなしの質素なデザイン。パリ五輪選手村の全容をチェックきっかけとなったのは、今年4月に欧米メディアがすっぱ抜いたドーピング疑惑だ。 米、ニューヨークタイムズ、届くテレビ局、アルドは、東京五輪の約半年前に23人の中国人競泳選手から禁止薬物取りめた自陣が検出されたにもかかわらず、彼らが世界水泳に出場していたと報じた。報道後、世間からは競泳界全体に、逆風、が吹いた。そうした中で世界アンチドーピング機構、和田はドーピング検査の強化を約束。 さらにドーピングの国際検査機関、ITA は現地時間7月25日に中国の水泳選手が今年に入って600回を超える検査を受けていると公表した。ただ、中国選手たちとレースを共にするライバルたちの疑念は晴れていない。オーストラリア代表で200メートル平泳ぎに出場するザック・スタブル・ティー・クックは英氏。 デイリーメールなどの取材に対して僕はクリーンなスポーツを心から信じている。だから、この大会がクリーンなものとなることを願っていると強調。同レースの世界記録保持者である短海洋が勝利した際には大会をボイコットする考えを示唆した。中国の選手たちが何度も陽性反応が出ていたことを知り、明らかに失望している。私は、 そんなアスリートの一人とレースをしたことに残念な思いだ。ショックだったんだ。結局のところシステムがうまく行っていなかったというのが真実だ。他のレースでも抗議活動が行われる可能性はあると思う。個人的にはボイコットをするかどうかは当日の結果を受けてから決断する。仮に五輪の活動をボイコットすれば何らかの処分を受ける可能性もある。それでもなお、 スタブルティー・クックは、僕自身はクリーンなアスリートだし、ルールを遵守している。だから競争相手も同じようにしてくれることを願うと訴え続けた。本番が迫るパリゴリンの競泳だが、異様な緊張感が漂っている。